学校法人、シュタイナー学園初等部、中等部、高等部は、神奈川県相模原市緑区にある私立小学校、中学校、高等学校。初等部、中等部は、緑区瞑想、高等部は、緑区吉野に所在する。日本初の全日制、シュタイナー学校であり、ルドルフ・シュタイナーの提唱した、シュタイナー教育を実践している、小中高一貫校である。 国際自由バルドルフ教育連盟登録校。設立当初から2004年に学校法人格を取得するまでは東京シュタイナー・シューレという校名であった。シュタイナー学園の前身である東京シュタイナー・シューレの設立には、早稲田大学教授の小安道子が大きく関わっていた。教育そのものが芸術行為であることが大切と考えたルドルフ・シュタイナーの教育館。 人間間に基づく12年1巻のカリキュラムを実践する。地域変調ではない子供の心、体、知性、精神性を含めた全人教育を目指している。毎朝1時間45分を国語、算数、理科、社会、フォルメン専病などの科目のうち一つの学習に充てるエポック授業が行われている。エポック授業では3週間ほど、 特定科目を継続して学習し、しばらく期間を置いて、以前学習した部分の続きを学習する。他に、オイリトミー、手の仕事、工芸、水彩画、ホルメン、音楽など、芸術系の科目に重点を置いた教育が行われている。また、1987年の設立当初より、1年生から外国語の授業を行っている。6.33世の学校だが、 教育上の分類を1年生から8年生までと9年生から12年生までの高等部に分類している。8年生までは原則的に1人の担任が持ち上がる。高等部では各教科の専門教員による授業を行うとともに社会に出ていく準備のための様々な実習や芸術活動、その発表が学びに盛り込まれている。かつて初等部、 中等部の一部の卒業生の進学先として隣接する形で NPO 法人、富士のシュ主体ナー高等学園があった。高等学校の家庭にあたる10年から12年生が在籍していた。なお、富士のシュ主体ナー高等学園は学校法人格を有しておらず、高校卒業の資格が得られなかった。そのため、大学や専門学校への進学を目指す生徒は、 各自で高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すこととなっていた。2012年1月12日、学校法人、シュタイナー学園が高等学校の設置認可を取得。これに伴う高等部開校のため、NPO 法人、富士のシュタイナー高等学園は3月31日をもって解散し閉校した。ありがとうございます。